皆さん、こんにちは。今回は MSI 様からご提供いただきました最新型のゲーミングディスプレイ MPG アルテミス 273CQRX9D。 この製品の機能解説や使用上の重要なポイントをご紹介します。 PC とプレイステーション5にも対応した WQHD 解像度、人の視野と同じ 1000R の湾曲率、最新の量子ドット技術、さらには 240Hz のリフレッシュレートに対応した新製品です。現時点では最強クラスと言っても過言ではないハイスペックなこのディスプレイ、購入を検討されている方の参考になりましたら幸いです。本製品のスペックはこのようになっています。 240Hz という最高水準のリフレッシュレート、 1ms の応答速度、カバー率の高い色域、画面サイズも27インチと扱いやすいサイズ感となっています。付属のスタンドの装着感や可動域はこのようになっています。ベサマウントにももちろん対応しているので、今回はここからディスプレイアームへセットしていきます。便利な付属品としてディスプレイ下部へ装着できるマウスバンジーが付属。左利きの方のために画面の左側にも設置できる親切設計となっていました。また画面右側にはイヤホンやケーブルなどを引っ掛けておけるバーを内蔵。ワンタッチで展開収納ができるので、ちょっとした時のメガネかけなどにも便利そうですね。ディスプレイアームの装着の前に付属品のスペーサーを取り付けます。ここへベサ規格のディスプレイアームをネジ止めしていきましょう。端子は左から電源、HDMI が2つ、ディスプレイポート、USB Type-C、ヘッドホン出力、USB-A が2つ、そして最後に PC 接続用の USB Type-B が1つ。十分な数とバリエーションだと思います。ここで注意点です。PC で 240Hz のリフレッシュレートを出したい場合は、相応の性能のグラフィックボードとディスプレイポートケーブルが必要です。本製品には安定動作する 1.5 メートルほどのディスプレイポートケーブルが付属します。別途でディスプレイポートケーブルを用意する場合は、安価な粗悪品だと正常動作しない場合がありますのでご注意ください。おすすめは三和サプライさんのディスプレイポートケーブルです。こちらは正常動作を確認いたしました。ディスプレイアームでの設置で無事にメイン PC への接続が完了しました。デスクへの収まりもよく、27インチというサイズは自分の中での最適解です。ディスプレイ側、ゲーム側も 240Hz のリフレッシュレートが問題なく出ています。PC 版の Apex はこちらの組み合わせで 240fps が安定して出ていました。ハイスピードな FPS ですが、ディスプレイの性能もあってか
目が全然疲れません。画面のリフレッシュレートが高いと目が疲れにくく酔いにくく、映像がよく見えるのでとっさの事態に自然と反応できるといった実感があります。もちろん個人のエイム力や立ち回り技術が占める部分の大きい FPS ですが、視認性の良い滑らかな映像というのも勝利への大きな要素の一つ。また PC 版のコールオブデューティーシリーズも Apex 同様に 240fps 前後の秒間フレームが出せました。これは皆さんが今見ている YouTube の映像の約4倍の秒間フレーム数にあたる映像です。湾曲型ディスプレイは初体験だったのですが、違和感を覚えるのは最初だけで、プレイ中などは一切気になりませんでした。この形状は確かに見やすさの一つの形として大いにありだと感じます。そしてプレイステーション5との接続について、本製品は HDR にも対応した上で、プレイステーション5の 4K 映像の WQHD 表示にも対応しています。プレイステーション5は現在、公式には WQHD 解像度への対応がありません。しかしディスプレイ側で 4K 映像をきれいなまま WQHD 解像度へ少し縮小して表示してくれるのです。そして本製品はプレイステーション5の 120fps 出力可能ゲームにも完全対応。画面左上をご覧ください。ディスプレイに入力されたプレイステーション5からのフレームレートを表示させています。動画に映っているデビルメイクライ5も 120fps 対応作品。普通のテレビやディスプレイをはるかに超えた滑らかさが実感できますよ。また 60fps のゲームでも高いリフレッシュレートのディスプレイでプレイすると、より映像が視認しやすく感じるという調査もあるそうです。これについては初耳でした。そしてゲーミングディスプレイの恩恵を特に強く受けられるとよく聞くのが格闘ゲームです。本製品は1ミリセカンドという非常に速い応答速度を誇っています。これは画面の色が黒から白、そして再び黒へと変化するのにかかる時間が1000分の1秒という意味。
格上プレイヤーにギリギリで勝つことができたシーン、実はこれが反応速度が重要だったシーンでした。相手キャラの最後の技は上段からの中段という連続攻撃。中段技はしゃがみ状態にヒットするため、しゃがみガードを続けていたら負けていたのでした。一発目の上段攻撃をうまくしゃがみガードで回避できたこのシーン、ここで瞬時にしゃがみガードを解除し立ちガードへ移行、そこからの投げ技で勝利することができたのです。大会で優勝がかかった試合などの際は、やはり高性能なディスプレイというのは心強い味方になります。視覚情報の全てを握るデバイスですからね。全世界で圧倒的な人気のエルデンリングも本製品で遊んでみました。湾曲が没入感を生んでおり、敵の攻撃の見切りやすさも安定しています。序盤の強敵ツリーガードもノーダメージ撃破。フレーム回避が重要なゲームというとモンスターハンターがありますが、 PC 版も Steam で発売中ですので非常に相性も良さそうですよね。またここで画面の各種モードや発色についてのご紹介。本製品は PC と接続し、ゲーミング OSD で PC 上から設定の変更を行うことができます。背面の物理スイッチを使っての手動での調整ももちろん可能です。さまざまな搭載モードを切り替えて常に最適な視認性を確保してくれます。お気に入りはカスタマイズ性の高いユーザーモードです。細かな便利機能としては、ディスプレイ上に照準を表示させるといったものや、暗所を見やすくするナイトビジョンモードなども搭載。色味は少し変化しますが、暗所の背景やそこに潜む敵キャラがぐっと見やすくなります。ホラーゲームや暗所が舞台の対人ゲームの心強い味方になります。また最新技術の量子ドットを用いたディスプレイの発色の良さも大きな魅力の一つです。色の変換効率が上がり、色純度の高い発色を実現しています。こちらは過去に投稿した高尾さんの動画ですが、とても色鮮やかに映っていました。特に黒い部分が本当に綺麗なのです。色彩表現の豊かなゲーム、 CG 映像とは
特に相性が良さそうなディスプレイです。そして最後に、あえて注意点を挙げるとするなら、湾曲型であることでしょうか。本製品は画面が湾曲しているため、特に水平を気にするレイアウト作業とは少し相性が悪いかもしれません。もちろん慣れでカバーできる部分でもあるとは思いますが、イラストや写真などのレイアウト作業を本製品で行いたい場合は、ソフト側で水平グリッドを表示させておくと良いでしょう。色域カバー率もいいですし、弱点を挙げるとするならば現在ではその1点くらいでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。 MPG アルテミス 273CQRX-QD、 本製品は現在メインディスプレイとして使用していますが、非常に満足度の高い製品です。プレイステーション5や PC をお持ちの方も、これから購入しようという方も、いずれは高性能なディスプレイの購入を検討する時がやってくることと思います。 240Hz のリフレッシュレート、 1ms の応答速度、量子ドット、扱いやすい WQHD 解像度と、ゲームをする上では非の打ちどころがないディスプレイ、2022年現在強くおすすめしたい1台になりました。動画の概要欄に公式サイトや製品販売ページへのリンクを貼っておきますので、詳細な性能やマニュアルをご希望の方はぜひそちらをご覧ください。また分かる範囲であればご質問に回答することもできます。お気軽にコメントかアイロンのツイッターまでご連絡ください。今回動画にお付き合いくださった皆様、素敵な製品をご提供くださいました MSI 様、ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。